伴え、大納言絵言葉伴え、大納言絵言葉伴え、大納言植言,言,言葉とは、大天文の変を題材にした、平安時代末期の絵巻物。伴え、大納言絵巻とも言う、日本の古家法。源氏物語絵巻、四義山演技絵巻、長重人物ギ画と並んで読む、大絵巻物と称される。作者は、時は三長とされている。伴え、 大納言へ言葉大天文の編のおよそ300年後、後白川法王が年中行事へ巻と共に常盤校長に描かせたと推定される。作成年については1177年説があるも、定説にならず、不明である。冒頭の言葉書きは失われているが、内容は宇治周囲物語巻、第10の伴え、大納言、大天文を焼くことで補うことができる。 伴え、大納言へ言葉王天文の変における、大納言とも前難の陰謀を描いた作品で、放火され、炎上する王天文無実の罪で捕らえられる、左大臣原神と、嘆き悲しむ女房らどねりの子供の喧嘩から、真犯人が八角とも前難を捕らえるケビー氏の一行という構成になっている。平安時代の人々を描いたものとして優れており、特にケビー氏の活動を伝えるもので、 資料としての価値も高い。平安時代末期の後白河院世紀に成立した絵巻物であり、一時期、最上義ヨも所有したと言われ、その後、竹久さまサが最上家より賜ったとの話が伝わる。その後、キビ大臣日東絵巻などとともに、若さ、坂井家に伝来した。1982年に、坂井家から、井出光美術館に譲渡された。 2016年時点でも、井出光美術館が所蔵する、1トネリの子と水筒の子の喧嘩、2血相を変えて駆けつける水筒、3トネリの子を猛烈に蹴飛ばす水筒、4気まずそうに我が子を連れ帰る、水筒の妻人物や炎の表現に優れ、大胆な画面構成も高く評価されている。日本史の教科書によく描かれている、事件の真相解明のきっかけとなった子供の喧嘩の、 場面では、異持道図法という手法が用いられている。これは、一つの場面の中に、トネリの子供とダイナゴンとも全乱の水筒の子供が、喧嘩しているところに水筒が駆けつける水筒が、トネリの子供を蹴飛ばす、水筒の妻が子供を連れて帰る、という三つのシーンを一つの場面の中に描いたもので、ある。伴え、ダイナゴン絵巻の模写は五点ほどが存在するとされている。 2010年になって中野孝一和瀬田大学名誉教授が1980年代前半に購入した新たな模写の存在が明らかにされた。この模写では色彩や文様の精細な復元に加えて原本では剥落してしまった人物などの部分が巧みに復元されており衣服の模様などが上記の X 線調査の結果と大部分一致することが判明するなど 今後の研究における重要な資料になると期待されている。この模写は収められていた切り箱の張り紙の記述から幕末の画家、霊勢ためちかもしくは彼の一門が手がけたとみられる。各館の内容について言葉書きに基づき現代語による対位を記す。なお、上巻には言葉書きがないが宇治周囲物語に同内容の話が収録されているので、それによる。 上海関東は、火災現場に向かうケビ士氏の役人たち、続いて炎上する大天門とそれを風上と風下で眺める群衆が、切れ目のない画面に描かれる。次の場面には、清涼殿の前提に一人佇み、炎上する大天門を眺めているかのような後ろ姿の人物が、描かれる。この人物が誰を表したものかは定かでなく、友の義し説、原神説、 原神の斜面の死者の頭中将とする説などがある。左大臣は何も悪いことをした覚えがないのに、こうして無実の罪を着せられることを嘆き、自邸の庭に荒ごもを敷き、即対姿の清掃で天の神に無実を訴えた。そこへ馬に乗って斜面の死者がやってくる。いよいよ処罰されるのかと、早とちりした左大臣家の人々は、家中悲しみ叫ぶが、 左大臣は謝面されるのだと知って、今度は嬉し泣きすることをた正しい。左大臣は、宮塚へをしていれば、こうして、無実の罪に当たることもあるのだと思い、宮塚へにも成金しなくなってしまった。左京五条のあたりに住んでいた右、氷衛のトネという者がいた。去る年の秋の頃、トネが、役所の仕事を終えて、夜遅く、家に帰ろうとして、 大天門の前を通りかかった時のことだ。門に人の気配とひそひそ声がする。とねりが回廊の陰に隠れて見ていると、門の牢上から降りてきたのは伴え、大納言ではないか。続いて、大納言のこと増式の、とよきよという者も,も降りてきた。一体何をやっているのだろうと、わけもわからずに見ていると、この三人は、南の須坂門の方へ走り去った。 とねりもその場を離れ家路に着くが、二条堀川のあたりまで来ると、宮中が火事だと騒ぐ声がする。振り返ってみると火事は代理の方らしい。走り戻ってみると、大天門が燃えているではないか。とねりは、先ほどの人々は放火のために門に登っていたのかと思ったが、口には出さずにいた。左大臣が犯人として処罰されるようだという、話を聞いて、とねりは、 真犯人は他にいるのに、何ということだと思ったが、かわいそうにと思いつつも公害はできずにいた。その後、左大臣が赦免されたと聞くと、トネリは、無実の罪はいずれ晴れるものなのだと思った。そうこうするうちに9月頃になった。トネリの子供と、林家に住んでいる友大納言の水筒の子供とが、喧嘩をしていた。トネリは、喧嘩を止めようと、家から出てきた。 そこへ伴え、ダイナゴンの水筒も家から飛び出してきた。水筒は自分の子供を家に入れ、トネリの子供の髪を掴み、打ち伏せて死ぬばかりに踏みつけた。怒った水筒は家に入ってしまった。この騒ぎを見ようとして、ヤジ馬が人だかりをなした。ある者は妻子に噂を伝え、噂は人の口から口へ広がって、ついに朝廷にまで達した。 トネリは役人に引っ立てられ、取り調べを受けた。トネリは初めは抵抗していたが、正直に喋らないと、お前も忘せられるぞと言われて、とうとう真相を喋ってしまった。こうして伴え、ダイナゴンは取り調べの上、流刑となった。大天門に放火し、罪を左大臣になすりつけ、自分が大臣の地位に座ろうとしたのが、かえって自分が処罰されることになったのだ。 さぞ悔しかったことであろう。ありがとうございます。